48億1516万2342本のコードプレイ。マグニーの建物の中で一つのこうさあさあ温かい目で、というわけでどうもマグニーでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。今日もねやっていきたいんですけれども、今日はねこちらに来ております。今日はですね、マルチに関して皆様にちょっとね、お伝えしたいこととかも、ございますのでね、ぜひご覧いただければということでですね、それでは行きましょう。今日のコメミ、動画内で拾ってたコメントの釣りファームって釣りファームじゃなくて釣りファームのことなんじゃないでしょうかということでね、確かに、釣りファームであれば、キャップスで右クリック押しっぱなしできるんで、ぜひ皆さんあのカズさんにご報告してあげてください。ウポに大釜を使うということはバットは大釜を使ったやつですか。なかなかワクワクしますねってことなんですけれども、私ねあの参考にした動画の、アイテム一覧みたいなところでですね、大釜があったから用意しただけで、もしかしたら使わないかもしれないんですよね。参考にした動画の全てをねやるわけではないので、一応でも全てをやるわけではないんだけど、でも全てを用意しておいたみたいなことなんで、もしかしたら使わないかもしれません。マグニーさんモデレーターって何ですかってことなんですが、モデレーターっていうのはですね、不適切なコメントをする方がいたら僕はですねブロックとかすることはできるんですけれども、そういうことが代わりにできちゃうね、配信、生放送配信中に、やっぱチャット欄で不適切なことを発言する人がいても、配信者本人は一人なので、やはりね、対応しきれない。そういった時にですね、モデレーターという方が、代わりにですね、ブロックをするという、特別な権限を与えられた方のことをモデレーターと言います。アンケートに関して、私はたまに Wii U の別アカウントで見ますが、Wii U 多分アンケートできなかったと思います。これも、ってことはですね、アンケート全く意味ないっていうことになりますよね。こちらがね、そのアンケートなんですけれども、やはりね、スマホ、過去携帯腹部があって、圧倒的数でございますね。 PC が2番目で、心眼っていうね心の目で見ていらっしゃる方とか、これ、まあ、つまりですね、ゲーム機っていうところでですね、アンケートに答えられないということは、このアンケートはあまり正確な数字ではないということで、皆さん、その辺だけね、ご注意していただければと思います。もしよろしければ、いつでもいいので、マグクラの中で一番好きな村人をアンケートしてくれたら嬉しいです。個人的にも気になるし、ということで、今日はですね、村人に、このマグワールドに存在する村人の中で、どの村人が好きかをですね、アンケート取りたいと思います。そして、マルチに関してですが、鉄が足りないならリスナーさんと鉄集めすればいいのではということと、まあ、これも確かにいいなと思ったんですが、こちらです。新しい村を見つけて、兄弟村もしくはファミリー村を使って、マルチ専用の村にしてみてはということで、確かにつまりですね、マルチでしか発展させない村をね、作って、そこはですねみんなで発展させていくという、そういう村にすればいいんじゃないかなと思います。収録外のコーナーということでですね、ご覧いただきましょうか。収録外やったことというとですね、こちらのトラップタワーですね、またちょこちょこいじっております。まあとにかく脇に関してはねもうバッチリなんですけれども、ねこの上ねっていうかですね、たまにですね、まあご覧になっていただいた方はね、ご存知かと思いますけれども、水流にちょっとバグが起こったりするんですよね。その水流のバグというのがこちらのこの、脇層の部分で、今は多分大丈夫だと思います。直したので。この下の部分、下の2つがですね、逆になっちゃうんですよ。今ほら、水が出て、しばらくすると水流が消えて、モブが湧くタイミングになるわけじゃないですか。はい。こういうことなんですけれども、これがね、正常に動作しなかった。毎回毎回、下の2つだけ逆になってたから、これもしかして何か回路のこの、何動力の伝わりがもしかしたら遅れてんじゃないかなということで、私、もともとこの、機械を作った参考の動画をもう一度見直しました。で、見つけたその改善点っていうのがですね、あ、やばいやばいやばい。おー、やばいやばいやばい。あっぶねー。あっぶねー。こんなこと言ってないんだけど。あっぶねー。あっぶねえ。今俺、おわあっぶねえ。ひぃ、背中登り。こんなことやってる場合じゃないよ。ちゃんとしないと。はい、こちらでーす。かなりスッキリしたと思いませんか？あのですね、まあ、ここがインプットになるんですよ。この下がつまり、ピストンになってるわけですね、こうやって。ピストンに動力を伝えるのに、なぜか僕ね、ちょっと一つずれてたんですよ。はい。こういう風にですね、やらせていただきました。要するに参考にした動画と全く同じ作りにしたということでございますね。そうすることによって、多分ズレがなくなるということだと僕は思っておりますので、これでしばらく様子見たいと思います。ぼちぼちですね、このトラップタワーの効率もどんどん良くしていきたいんですよ。ドロッパータワーのやっぱりもアイテムの上への上がり方がちょっと悪かったりするので、これもね直したいなんて思ってるんでね、前直しましたけどあれもまだ物足りない、もっと直したいと思っております。この辺に関してはですね、そう今日はですね、私ここの回路を直してる時にね、収録会でやろうと思ってる時に、生放送しようと思ったんだけども、よく考える
ると、以前の経験から、今まだ無線でつないでるので、もしかしたら途中で途切れたりとかっていうことがあるかもしれないなということで、実はですね、私、LANケーブルをもうすでに注文してあります、Amazon でね。そのLANケーブルが届いたらですね、生放送をバリバリやっていきたいと思いますのでね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、収録外自慢はこの辺りに、させていただきまして、手直したリクエストのコーナーということで、ちょっとだけやりたいのがあってね、ちょうどまあいい場所に来てるのでやらせてください。はい、こちらなんですけれども、はい、そうですね、ずーっとやれやれっつってやってないのが一つございましたね。まあトラップタワーはね、勝手に頑張って動いててくれればいいです。もうじゃあ行くぜ、直接行くぜ。ああ、今日は、なんとか無事に終わらそうですね。ああ、ちょっと残ってるけど、まあそれはまた今度だ。これです、見えますか、こいつをね、解体するって言って、私以前でちょっとね、大変な目に遭いまして、できなかったんですけれども、今日はこれをね、解体したいと思い、ちょっと待って、何してもうね、必要ありませんから、がっつり解体だ。うら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 。うわ、でもここでホッパーがまた増えましたね。アカシアの気候にまた一つ、燃えてる最中のかまどを潰したのは初めてだ。やったー、ようやく解体することができました。すっきりしましたね。ホッパーが、ほら、でも29号、やった、これ、いけたんじゃない、アカシアのやつ足りたんじゃない、これ、やるよ。アカシアの釣りファイム、超作りたいんです、早く。よし。あ、なんか落ちてる。よいしょ。ちゃんと回収だーい。はい、帰ってまいりましたー。ちょっと、ホッパーをゲットできたので、どうなってんだろう、個数。まあ、昨日のまんまです。マグズパックス、ドン、まんまだよーん。ちょっと足りたんじゃない、もうあと何個かな、ちょっと後でまた調べてやっておきます。多分これで足りたと思うぞ。お、ケーキがない、ドン、おっしゃー、今のは間に合ったはずだ。いきます、バザ、本日誕生日のマグクラ兄弟のためにいただきます、パク、あー、おいしいおいしいおいしい、勝ち、お誕生日おめでとうございます。皆様にとって良い一日になること、一日じゃない、一年になることを心より願っております。間違えた。ね、間違えることもございますよ。今日はですね、本ネタの方で、ちょっとね、遠くまで行かないといけないので、このままの流れでですね、日本村の方にも行きたいと思います。行くぜ、日本村へ、エルトー、うーちゃ、あれ、最近飛ばないことがあるんですよ。なーにー、やっちまってとーマジャー、いえいえ、おい、やべ、よいしょっと、マグクラ兄弟の幸せを祈願し、チャリン、あんマグロ大名、チェン、マルチ村を決める、あー、焼肉がうまい。それでは本日の本ネタでございます。マルチの村を探しに行きたいと思うんですが、私の中でもうほとんど決まっておる状況でございまして、そちらの村へちょっと行こうかなと思っております。でですね、そこへのアクセスというか、まあ、そこへこう、要するにみんなでマルチが やりやすいようにこう資材を運んでみたりとか、そういったことをしないといけませんよね。まあそこは収録会でやればいいんだけれども、まあとにかくですね、兄弟みんなとですね、あんまりこのマグワールドに登場しない、ところでございますので、一緒にね、ちょっと見に行きましょう。マルチ村という名前にして、もうそれこそですね、兄弟みんなとですね、作り上げていくようにね、できたらと思っておりますんでね、倉庫に帰ってまいりました。それでは、その村に行きたい、移動したいと思うんだけども、相当長いんですよね。相当長いんで、結構遠いぜっていうところをちょっとね、ご覧いただきたいので、何もしないで、とりあえず早送りでどれぐらいの距離、時間かかるのかっていうのをですね、計測してちょっと行きたいと思います。こちらですね、たくさん村予定地があるんです。で、この中でもまあとにかく行きましょうね。結構ほら、マグニーの建物の中でどれがいいですかってアンケートって便利だね。そういった時にね、取った時に意外と人気のあった村っていうのがあるんですよね。まあそちらに今日は行こうと思ってまして、個人的にも結構気に入ってる家が建っておりましてですね、でその周りをですね、発展させていこうよと。まあとにかくですね、マグタウンからその、今から行く、マルチ村にも決定しよう。そこをね、そのマルチ村に行くまでのこの時間をちょっと計ろうかなと思います。
到着。ここだぜ。ここをマルチ村にしたいと考えてるんだぜ。ちょっと防御距離上げようか。せっかくいいところ来たのに16くらいにしといてやろう。メサだよメサだよ。みんなジャングルもすぐそこにあんだぜ。ここ来たいだろう来たいだろう。ここでマルチしたいだろう。ここでみんなと一緒にね、発展させていければなと考えてるわけですよ。なんでメサを選んだのかというとですね、結構だからみんなでやるっていうところになるとですね、海外勢の方っていうのはもうすでにみんなでいろんなことやられてるんですね。 YouTuber が寄って一つのこうサーバー内にあるワールドをみんなでこうやってですね、海外の方々は本当すごいなということで、まあ日本でもそういったね YouTuber が現れてもいいんじゃないかということでですね、今回まあそういった意味合いも込めて、でその海外でやってらっしゃる方メサで、やられてたと思うのですよ。なので今回メサをちょっと選択させていただきましてですね、どうですかここね、いい感じでしょう。そうほら、これが私が結構個人的に本当になんて言うんですか、よくね、1話から見てくださった方なんかでも、このメサで勢いで作った家からかなり建築力が上がりましたよねと、言ったようなコメントをくださる方がたくさんいらっしゃいましてね、私個人もとしてもですね、確かに、この辺りからですね結構面白くなってきたなと、建築が、ご覧ください、ゆっくりとご覧くださいね、こんな感じなんですね。まあ、この辺りからね、そうそう、建築が楽しくなってきてみたいなことだったので、まあ、ここをですね、拠点として、まず一つのね、拠点とさせていただいて、で、この辺りをね、発展させていければな、なんて思ってるんですよ。と、まあ、資材の方は、一応マグタウンから持ってこれる分はなんとか持ってきて、あとはですね、みんなで集めながらやればいいかな、みたいなことでね。あわよくはですね、シリーズ化して、みんなで本当に、そればっかり言ってんだ。シリーズ化してもいいかなと思ってるぐらいに、あれなので、やばい、夜なんでちょっと戻ります。ここから登れます。ね。ここ部屋です。おやすみ。この家はですね、私が神だと思っているホイール350さんにもね、絶賛していただいた部屋でございますよ、これ。建物でございますよ。まあそんな感じでね、まあマルチに関しての準備もそこそこと進めているのでございまして、まあやり始めてみないとわからない改善点等もございますでしょうし、ワクワクしております。LANケーブルももうそろそろ届くでしょうし、要するにサーバーを立ててる本人さえね、なんか悪い感じに電波がこう、途切れちゃったりとか、そういう感じにならない限りはですね、多分なんとかなると思うんですよ。予想の範疇ではございません。そんな感じだろうと思っているので、少人数であればですね、こう快適にマルチができるような環境、そして段取りをですね行うようにしていっていければななんて思っております。で、普段の更新プラスですね、そういったメンバーでまた集まってマルチ、このマルチ村をどん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 発展させていくみたいなね、のが定番化すればね、面白くないですか。ちょっと今日喋ったばっかりで申し訳ないですよ、これが本ネタなんでね、低評価増えそうだけど、マルチで一緒にやるメンバーなんですけど、基本ねずっと考えてたことがございまして、YouTube で動画を更新されてる方がいいなと思ってます。というのもですね、やっぱりね、マルチで嵐対策みたいなことなんですけれども、結局、例えば僕がサバ主で、来た人が嵐だった。で、その人をバンします。バンっていうのをこう弾くって意味なんですけど、弾く。サーバー立ててマルチやろうかっていう人は、その人がどっか過去にバンされてるかどうかっていうのを確かめることができるんですね。ID をすることによってね。まあそういうわけなんですよ。だから、バンはされたくないよね、きっと。マイクラの動画を更新されている YouTube の動画を更新されている方からすると、だからそういった意味での信頼が置けるのではないかという意味でね、まあ絶対条件ではないんだけども、でさらに上の条件として、実際にお会いした方っていうのが一番いいよね。それで、まあ要するに兄弟であること、僕の兄弟であること、YouTube の動画を見てくれていて、コメント欄をくれている方、もちろん YouTube やってなくても、実際にお会いしてなくても先行する可能性もございますけれども、まあ、とにかく僕以外に5人をとりあえず選ぼうと思ってます。実際僕の心の中ではもう何人か決まっておりまして、まだお声掛けしてない状況でございますけれども、どこかで大々的に募集するというわけではなく、今回は私が個々に声をかけようかと思ってるんです。声をかけて、で、みんなでまとまった段階でちょっとマルチをやろうかと思ってますので、まあなるべく早い段階で行いたいと思ってますので、順次声をかけていきたいというふうに思っておりますので、声かかった皆さん、ぜひ、私とマルチを楽しんでいただければなと、心より思っておる次第でございます。はい、皆さんもマルチやりたいってね、言ってくださってる方いらっしゃいますが、とりあえずですね、そういったちょっとまあ厳しめの、選考の中で、マルチを行っていって、まあどんどん慣れていってですね、まあいろんなカードをこうどんどん呼んでいくみたいなこともね、やれればいいなと思っております。当然マグワールドでやることなので、そういった厳しめの目線で見てるんですけれども、まあ
えばですね、ハイフワールドであったりとか、海外のサーバーの中にみんなで入るとかであればですね、そんなね厳しめの選考は多分いらないと思います。うちのワールドさえ潰されなければいいのでね。まあ、とにかくまだまだそういうマルチに関しては知識不足なので、私の言っていることがもしかしたら間違っている可能性もございますけれども、皆さん温かい目で、お見守りいただければというふうに思っております。よく喋りましたね今日は。ではこのままの流れで画像紹介に移りたいと思います。はい、今日のコメミということで、スイカ割りしてる私でございます。まあ目隠ししてるけどコメミみたいなね。はい、生放送フレフレ3時間マグニ、生放送に関してもちょっとお話ししないとですね。 Today's menu マグニ献立画像です。いい感じですね。マグニ最高みたいな感じでね、クリーパーの顔した人がクリーパーの上に乗って、マグロとスイカがあるみたいな。そして手直し、なんかヒゲが生えてるっぽくなってるよね。右側何書いてんだろう。手直しよう、しよう。最後はこちら米みでございますね。米です。白米、玄米。はい、そのままですね、今日はもう喋りまくりましょう。喋りコーナー、兄貴のお喋りコーナー行こうよ。本ネタとは全く関係ない、私がただみんなに言いたいだけの内容のことをねちょっと喋っていこうと思います。とりあえずね、今私が、マルチ村と名付けた、この場所をですねちょっと探索しつつお話を聞いていただければと思います。まずねマルチに関しては先ほど本ネタでもお伝えした通り、進めていこうと思うのと、で生放送3時間、施設紹介の3時間の生放送は、当然マルチなんかよりも先にやりますので、本当に明日明後日ぐらいのレベルやろうと思っております。なのでですね、私の、ツイッターの方をですねフォローしていただくとですね、いち早くそういったことをつぶやこうと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、生放送はそうですね、夏休み期間中にいろいろやりたいなと思ったんだけども、意外と夏休みが終わるのは早くて、コメント欄なんか見るともうすでに夏休み終わっちゃったよっていう方もねいらっしゃるんですよね。終わっちゃったというか、もう終わりますみたいなね。なるべく早くやんないといけないなとは思ってるんですけども、生放送ちょっと頑張ってやりたいと思います。はい、で冒頭でも申し上げました通り、LANケーブルが届けばですね、生放送をね日常的にやろうと思ってますので、そちらもですね合わせて、ご期待していただければというふうに考えております。生放送にマルチに、もちろんこう普段のね、ただの、マグタウン、マグワールドをね、どん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 、発展させていくというね更新ももちろん続けていきますし、まあ、それ以外にそういった生放送であったりマルチであったりっていうのをどん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 やっていきたいというふうに考えておりますので、皆様のね、ご支援、ご支援、ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。ほとんどお知らせ、ほとんどお知らせ動画みたいな感じで、今日はそんなタイトルにしようかというふうに思っておりますので、これは白色か、白色なんだ、これが、あ、普通の固い記念とか、これを染めれるんじゃない。やっべえ、夜だ、家まで戻るぜ。もう雲なんてうざいだけ、全然痛くも痒くもないよ。よっ、よいしょ、あ、あった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 、おやすみ。今日はね、この辺りで終わりたいと思います。ただ遊んでただけだね。たくみさんどうなんだろう、あれ爆発するかな。まれに見る薄さでの終了となりますけれどもね、ちょっと気持ちはすごい盛り上がってるので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは、ご覧にて、はい、部分の層はこれもよく出てくるね。次の動画でまたお会いしましょう。ほな。